まあ、今回の改造は結構良かったんじゃないかなって思います。皆さんこんにちは、ジェシー・オールゴムルだ。ヒロゲだ。はい、今回もサムネとタイトルの通りなんですけど、私ヒロゲ部屋を2年ぶりに改造しました。一応まだ改造してないところはあるんですけど、改造したところをほとんど見せればいいかなって思っております。はい、まあ、ざっと見回すと、このようになっております。もう一番変えたところはここですね。ここにあったレゴの棚をパーテーション代わりにしていたんですけど、まあ、ちょっと窮屈だったんで、まあ、今回思い切って壁付けにしたことで、結構広くなりました。で、あとはこの部分にあったテレビをこちらに移動させて、ただここにあった高さ調節できる机は、隣の部屋に移動させました。ちなみにレゴの棚につきましては、まあ、基本的にはそんなには変わってませんね。まあ、強いて言うのであれば、ここにプレートとかを置いてたんですけど、このプレートはこちらに移動させました。で、あとはこの棚なんですけど、前までは下に物を置けなかったんですけど、今回下に物が置けるようになりましたので、基本ブロックやケースが大きいパーツをここに収納させました。で、2段目につきましてはプレートメインになっております。で、3段目以降はいつものニトリの棚を使って、で、4段目にミニフィグなどを置いて、5段目はお気に入りの作品を飾っております。で、動画の右端にあった棚なんですけど、まあ、このようにちょっとだけ改造しました。強いて言うのであれば上の棚を結構改造しました。まあ、ちょっと片付いてる部分見せるんですけど、裏側はザクッとこのようになっております。とりあえずこのように部屋を改造しましたので、気持ち的にも結構スッキリしましたので、まあ、今回の改造は結構良かったんじゃないかなって思います。はい、ということで改造したところは以上になります。部屋を改造したことで結構気持ち的にもちょっとゆとりが出たのと、あと先ほど話した通り閉鎖感がなくて、結構割と空間的にも広くなったので、まあ結構いい改造だったんじゃないかなと思います。とりあえず模様替えしたということで、気持ちを新たに頑張っていこうと思います。はい、以上ヒロゲでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。